槌はどんな種類があるんですか？はい、日本ではですね、金槌を、まあ、大きく2種類ね分けて、使っています。はい、まあ、こっちがですね、玄の といわれる金槌になります。その玄の の、特徴はですね、片方が、真っ平らですね、片方が少しこう丸まっています。で、この片方フラットな方で、まあ、基本的には、のみですね、のみを叩いたり、釘をね、釘を打ったりして使っていきます。はい、で、まあ基本的にはですね、いつもこのフラットな方をね、使って、まあこういうカンナをですね、こうトントントンと調整したり、それから、のみを打ったり、まあ、釘を打ったりします。で、例えば釘をですね、まあ、トン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 と打ちまして、ここまでたどり着いた後、その釘の、ね、頭をですね、もう少しこのラインからこう下げたい時に、最後このね、ラウンドしてる方でこうトントンと叩くとですね、まあ木を傷つけないで、まあ、釘だけをですね、まあ叩いて、しっかり、効かすことができる、まあ、そういう使い方ができるようになっている金槌になります。はい、それから、ここのね、まあ、ラウンドしている部分でですね、まあ、木をね、傷つけないで圧縮するということができるようになってます。で、この木を圧縮するね、作業非常によく、しますんで、まあ、そういうためにもですね、こちら軽く丸く、加工されています。はい、これがまあ玄のになります。ね、もう一つ、はい、こっちの、このとんがってる方と、まあ普通にこうくるくる、平たくなってる方とあるのが、まあ、これをいわゆる金槌と言うてます。はい、で、まあ、こちらの方でですね、釘をトン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 とトントンと打ちまして、最後この釘の頭をですね、まあ、しっかり効かすために、まあこちらの方で最後トントンと沈めて、しっかりその釘を効かす、まあ、そういうふうに使う、ようにしています。で、あとね、まあこういうカンナをですね、調整するのにですね、まあこちら側を使ってこう台をね、こういうふうに叩いて使っていきます。ね、だからこのカンナの刃のですね、この、後ろをね、調整するのに、今度こちら側をですね、時々使うことがあります。ね、はい。で、まあこういうふうに置いてですね、はい、でこうトン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 と。まあ、叩くことで、まあ、カンナの刃のね、はい、調整ができる、まあ、そういうふうにも使えます。はい、まあ、この2つがあれば大体のことができるかなというふうに、思って、まあ、使っています。